今日も一日よろしくお願いいたします。いつも大切にしている観音様です。和気あいゆうじのゆうじチャンネルです。今日はですね、皆さん熱々ジメジメこういう時期にとっておきの栄養がある、そんなお蕎麦をご紹介します。見てください。テーマオクラ。オクラで美味しいスープそば、家庭で作るにはこのホタテ、あけぼのの水煮缶、それと麺、鶏肉、卵、これだけで美味しいスープそばご紹介します。まずこのホタテの水煮缶1缶、これね、こういうふうに缶詰に入ってるやつを全部こうやって箸でつぶつぶつぶってなってるのを崩してください。こんな感じです。うちのお店では乾燥しているサルフツ産の貝柱を戻して使うんですけど、家庭ではこれで美味しくなると思います。それでは作り方いきます。まず最初にですね、こちらの鶏のひき肉です。このひき肉をゆっくりと、これで約 100g、 100g の鶏肉です。こんな風にしてですよ、ゆっくりの火でいいです。最初はネギと生姜です。ネギと生姜が入ってきました。よく僕が作るあの綺麗な透き通ったスープありますよね。今日はそれじゃなくて、わざと炒めて白濁させる、そういうような速攻で作る鶏白湯みたいなもんですよね。このように鶏肉のひき肉が炒まってきました。そこで紹興酒なかったらお酒大さじ2杯、そうしましたらホタテの水煮入れます。こんな風に入れてください。そこに沸騰しているお湯です。こうやってだいたいうちではスープをですね、一玉に対して 400cc を入れるんですよね。こんな風に入れます。これでポコポコポコ渡していきます。塩小さじ1、そこに鶏ガラスープ小さじ1/2入ります。そこで混ぜて混ぜて、沸騰しているところに今日は細麺1玉入ります。それで混ぜて混ぜて、このようにいきます。そこでさっと湯がいて輪切りにしているこのオクラです。ネバネバ、見てください、こんな感じですよ。もういい香りです。そしたらと味を見ましょう。おいしい。バッチリです。そこに胡椒が入ります。胡椒が入ってこう白濁させる感じです。今日は鶏白湯スープを作ったところにですよ、皆さん見てください、胡椒です。こんな風に入れます。それで美味しいみつかんのお酢、これが入ります。このお酢がいっぱい半入れて、ここで混ぜてしまうんです。こうやって混ぜておいて、このように混ぜて混ぜて混ぜて置いときます。
そうしましたら最後の仕上げです。卵をふわーっと花を卵の花を咲かせます。卵の花がふわっと咲いて、そうしましたらちょうど麺が2分経ち、茹で上がりました。そこでスープを先にふわっと入れます。見てください。そうしましたらこの麺をこのように入れて、スープを上からかけて、酸味のお酢を効いた自家製サンラータン麺。熱いのでこうやって持ちます。この暑い時期、食欲のない時に食用薬膳スープ、サンラータン麺。それではいただきます。このね、この時期にこれがうまいんですよ。いただきます。熱い。オクラって粘りがあるじゃないですか。この粘りがとろみがつく感じなんですよ。それがいい、ね、モロヘイヤとかこういうオクラ、こういうのはいいですね。おいしい。胡椒とお酢の酸味、皆さん騙されてみてください。この時期はサンラータン麺。最高に美味しい。鶏と貝柱の缶詰ですよ。それに水で、この味最高です。